イースカイビッグラマのスケールキャノピーです。 V913FFX067C と F45 その他機種に、装着可能です。V913 の場合はこのようにノーマルと比べると、8ミリぐらい、両脇をカットして、内側に折り込んでください。切ってしまうと補強が弱くなります。裏、カッターかハサミでずーっと裂いてください。テールパイプが出るように、こんな感じか。こういうふうにカットして、ください。針金でちょっと押さえています。 FX067 にスケールキャノピー装着方法は、まあ後ろは当然同じです。全部上から下までカットしてください。横から見ると分かりやすいと思います。L の次ぐらいから、こういう風な感じです。ここから。こんな感じになるようにしてください。ダミーのテールブレード、こちら側にブレードがついていますから、もしつけるんだったら左側の方に装着になるようにして、回転するようにしてもいいし、しないように、それは自由にお任せします。このように、いろんな機種につけて、楽しむことができます。